ハイエナカーって言います。ソロで活動してまして、サポートでバンド編成でやったりとか、自分でレコーディングしてやったりとかしてます。ソロでやってて、やっぱこうバンド編成でやるには結構いろいろコストも予算とかかかったりするんで、なかなか普通のバンドみたいなライブバンドみたいな感じの活動の仕方がまだ厳しくて、自分の活動を覚えてもらわないといけないなと思ったんで、ハイペースで配信とかミュージックビデオ出したりとか、そういう活動をまあしようっていうことで、これぐらいのペースで本当はもっと早く出したかったんですけど、やってますね。はい、まだギリギリ青春というか、抜け出せない青春みたいな、そういうのをまあテーマにしましたね。曲の中にはその夏になるっていうまあワード全然入ってなくて、夏ってことも入ってないんですけど、自分の弾けたい気持ち、でも弾けられてるかはちょっと分かんないんだけどもみたいな、自分がもともとバンドだった時はまあどっちかというと そういう感じではあったんで、ただその時とももうちょっと違う、なんだろう、ナイーブな部分だったりとかプラスされて、まあちょっとこう初期衝動みたいなので、まあ出せたらいいなって思いながら、うん、グラデーションブルーは実を言うと、そのハイエナカーの活動になってからその初めて作った1曲目なんですけど、自分の中ではこう世界観がある感じに聞こえる曲だなと思ってて、 1作目では出さなかったんで、まあ今回2作目で今度またミュージックビデオにしようかなと思ってやってたんですけど、なんか1作目があの重みで、2作目も結構重い感じになってしまうと、ちょっと重い人なのかなっていう風に思われてもちょっとなと思って、まあでもすごい気に入ってる曲なんですけど、2曲目に入ってます。はい、自分の中で テーマとして掲げてるのは、うなずけない君の隙間っていう風に自分の中でこう考えてるんですけど、そうですねっていうのもちょっと違うし、否定したいわけでもないし、中間のことっていっぱいあるはずだけど、なかなかみんなそういうのってこう見てもらえないというか、もっとその はっきり言うか言わないかみたいな話になってきてるんで、そうじゃない人の方が多いんだけどなっていう風に自分の中で、まあ、思ったんで、難しいなとは思うんですけど、今そうですね、そのうなずけない隙間の中みたいなテーマでやってます。はい、自分よりそれでプロのエンジニア、あるいはプロデュース頼んだ方が作品はいいものになるかもしれないし、なんか派手にはなるかもしれないんですけど、それってもう誰かがやってることで、音もその同じ感じだったら、なんか正直、うん、あんまり意味ないなっていう、まあ本当歌詞ぐらいしかなんかその変化ってないじゃないですか。やっぱりそれ音もなんか他と違うなっていうふうに思ってもらいたいなっていう、そうですね、最後まで自分の責任でやってるというか、例えばなんか使ってる機材にしても、その当時のイギリスっぽい感じだなと思ったら、やっぱその機材からそういうもののなんかシミュレーターと使ったりとか、実物のものを使ったりとかした方が絶対にそういう感じにはなるんで、他のエンジニアの人とやろうと思うと結構時間かかるし、なんか思った感じにならなかったりとかすると思うんで、っていう感じで、そうですね、自分で手作り弁当を作ってます。はい、夏になるグラデーションブルーも、前回のメトロポリタン東京でゼロも、まあなんかそういうストリーミング各種全然聴けるようにはなっているんですけど、ものでこうやってこの中の歌詞カードとかもまあちゃんとこう作ってたりとかするんで、ただこれは売り物じゃなくて無料配布でライブで配布していて、まあぜひライブ見た時にはこういうの持って帰ってほしいなと思うし、ものすごい自分で作品をレコーディングしてるんで、未熟な部分もあるのか、やっていく中でこうライブのあの感じみたいなのを、それを音源にできたかっていうと、まずそうじゃない部分もあるし、ライブではそこでは出なかった荒さとか、まあなんかバンド感がすごい出てると思うので、うん、なんか最近練習しててすごい思うんですけど、なんかすごい自分がこのバンド見たいなっていう感じのライブになってると思います。